木村拓也、新社長東山から、ジャニーズの長男を後継ぎ指名。事務所再建の最重要人物に、たくさんの人を巻き込んで迷惑をかけた、結果あの方は誰も幸せにはしなかった。人類史上、最も愚かな事件だと思います。9月7日、ジャニーズ事務所は会見を開き、創業者ジャニー北川氏の性加害行為を初めて認めて謝罪した。 その上で藤島ジュリー・ケ恵子氏57の社長辞任と東山のりゆき56の新社長就任を発表。東山は会見でジャニー北川氏をあの方と呼び性加害を断罪したのだ。被害に遭われた方々長きに渡り心身ともに辛い思いをさせたことを本当に申し訳なく思います。今後はこの事実に真摯に向き合うため、 私は年内をもって表舞台から引退します。今後は人生をかけて、この問題に取り組んでいく覚悟です。東山新社長は数百人とされる被害者と真摯に向き合っていくことになる。会見には子会社ジャニーズアイランドの社長でもある井ノ原義彦47も同席した。 社長を隕石辞任した藤島氏は代表取締役にとどまり被害者への補償や救済などの業務のみを行うと強調しました。東山社長は第三者を含めた委員会を設置した上で被害者には法を超えた補償をしていくと断言しました。全国上記者。東山は北川氏から性加害を受けたことはなく、先輩後輩から相談もなかったため、 噂として聞いていたと語っていたが、ジャニーズの謝罪会見を受け被害を訴えている元ジャニーズ JR らで構成されたジャニーズ性加害問題当事者の会も会見を行いました。事実認定と謝罪と救済。この3点セットについては認められた100のうち10ぐらいは楽になったと謝罪を評価する一方で、 当時の話を隠蔽されている東山氏を残念に思ったという批判の声も出ました。前で全国上記者。資格リハーサルでは北川氏を擁護する発言だけは絶対にしないと確認。ジャニーズ事務所が性加害の事実を公に認めたことで、ギネスワールドレコーズはジャニー北川氏に関する記録を公式サイトより削除したと発表した。 また、日本航空や東京中身日動火災保険、朝日グループホールディングスなど、所属タレントとの広告契約の見直しに踏み切った企業も増えている。東山は会見で改めて北川氏について、自分の根本にあったものが全てなくなった思い、自分の人生の中でもこれほどの落胆はなかった。ましてや、それを隠蔽していた。 生きている意味とかも含めて本当に考えました。やっていることは鬼畜の所業だと。今は愛情はほとんどありません。と言い切った。だが事務所名を変えなかった批判については苦渋の思いをこう語った。これだけの犯罪ですから創業者の名前である社名を引き続き名乗るべきか考えた。何より大事なのは これまでタレントが培ってきたエネルギー、プライドだと思います。やはり僕らはファンに支えられているものですから、今後はそういうイメージを払拭できるよう、みんな一丸となって頑張っていくべきと今は判断しました。音楽関係者は言う。二日にわたって弁護士立ち会いの、元東山さん、井ノ原さん、藤島氏らで今回の会見のリハーサルが行われました。 その中で北川氏を擁護する発言だけは絶対にしないことを確認しあったそうです。会見では東山が藤島氏から社長就任を正式に打診されたのは8月上旬だったと明かされた。最年長で一番長くいてくれた部分があります。社長は二足のわらじが難しいという思いは伝えたところ一日かけて考えて回答してもらいました藤島氏。 前での全国上記者は言う、当初は藤島氏がよく知るジャニーズ外部の経営者を招く計画でしたが断られた上、上完全に外部の人間が就任すると所属タレントたちが大量に離脱する可能性が強いと考えたようです。そのため、ジャニーズの長男と称されていた東山さんに白羽の矢が立ったのです。 東山さんは北川市の性加害問題が表面化してからずっと長男として責任を感じていて、けじめをつけるため新社長就任を受諾したそうです。資格東山は40代になってから何度も拓也と食事会を。8月下旬、東山新社長を囲む決起集会が開かれた。東山、藤島市、井ノ原。 国分大地49、そして木村拓也50が参加したという。東山は会見でこう語っている。こういう社長の覚悟を持っているという話をしました。驚いてはいましたね。ただ、その覚悟も感じていただき、皆の同意もある程度いただけたと思いました。党の井ノ原も、びっくりしたのは引退されるということ。 僕も、木村さんも国部さんも、東山さんの背中を見て育ちましたのでやめないでほしいという思いはありました。そこまでの覚悟を持っているのであれば、皆で力を合わせましょう、というところで会は終わったと思います。と、その時の様子を語っていた。前での音楽関係者は言う。国部さんは、昨春株式会社と清の関連会社の社長に就任しています。 木村さんを除けば、そこに出席していたのは事務所の幹部たちなのです。その会合に木村さんが呼ばれたのは事務所再建の最重要人物だからです。食事会では今後の事務所タレントについて新たなトップは木村さんに、と東山さん自ら伝えたと聞いています。東山が木村にそう熱弁したのは理由があったようだ。 実はジャニー北川氏の性加害問題が明るみに出てから木村さんは世界を目指す二人の娘さんたちの将来を考え退場も選択肢に入っていたそうです。東山さんは若い頃、木村さんとの接点はほとんどありませんでしたが、40代から接する機会が増えました。結婚して子供たちが生まれたことやグループ活動を経て自分だけが事務所に残ったことなど、 境遇が似ているところが影響したのかもしれません。木村さんと彼の高校の同級生でもあるマツコデラックスさんと一緒にご飯を食べに行くこともあったそうです。東山さんは木村さんの退除だけは絶対避けたかったのでしょう。彼を新たなジャニーズの長男に後継ぎ指名して今後を託したようです。前で音楽関係者。 党の木村は、今回の会見が行われた直後、自身のインスタを更新。小マストゴーオンというコメントと、敬礼のような決めポーズをした自身の写真を公開した。 この時期に北川氏のモットーを引用すると和と一部で批判も受けましたが東山新体制を全力で支え今後のジャニーズの再建を共に担うという木村さんなりの強いメッセージだったのでしょう前で音楽関係者。また東山は新社長として誠意を持って被害者の保障、救済に取り組みながらファンのためにジャニーズの再建も不可欠だと考えているという。 四角次の課題は、嵐の再始動、と、国民的アイドルの育成。その大きな柱の一つが、現在活動休止中で11月にデビュー25周年を迎える嵐の再始動問題だ。嵐の復活を待ち望む声は絶えませんが、王の里氏、342は今も芸能活動を休止中です。 しかし、東山さんが新社長となったことで、大野さんが考え方を変える可能性が出てきたのです。もともと大野さんは少年隊のバックダンサーを務めていました。そのため、東山さんは嵐のリーダーに大野さんを、し、ハワイで行われた嵐のデビュー会見で司会を務めたのも東山さんなのです。大野さんは東山さんの自宅に遊びに行くほど慕っていました。 東山さんの覚悟を知り、大野さんも意を決するかもしれません。テレビ局関係者。さらに東山が気にかけている若手グループがいる。スノーマンガ。今年3月に育ての親である滝沢秀明氏41が新事務所、戸部を設立。 すでに三宅県44、山とキング・プスの平野市二26、らが合流しており、今後さらなるタレントの合流が噂されている。前での音楽関係者は言う。滝沢さんが新事務所を立ち上げたことでスノーマンのメンバーに動揺が生じたのは事実です。東山さんは08年、少年隊の主演ミュージカル、プレイゾーン。 で、現在のスノーマンメンバーたちと共演しています。昨年、テレビ番組でスノーマンと共演した際は、すごく苦労している。頑張っていると、ファンの人たちが本当に応援してくれるようになる。その象徴、と絶賛。 一刻も早く、事務所を彼らが安心できるような環境に改善した上で、スマップや嵐のような国民的グループとして大きく育てていきたいと考えているといいます。東山は会見の最後、ファンや所属タレントへの思いを語っていた。過去は変えられない。その信頼を再び勝ち取るのは至難の技だと思っています。まずは努力を続けること。 それしかないと思います。大逆風の中、果たして東山新社長は荒波を乗り越えられるのか。来月1日、彼を支える副社長人事などが発表される予定だ。女性自身2023年9月26日10月3日合併後。